端子とかで、すっぱ抜かれて、ベッキーとかもそうなんですけど、誰かを不幸にするっていうね、週刊誌の仕事だみたいな感じで、それやめた方がいいんじゃないの。週刊誌が悪いと、そんなもんね、これを煽りもらうもん持ってくんじゃないと。知らなければ幸せじゃないですか。なるほど。君って。そもそも、まあね。週刊誌のゴシップ記事を、ね、面白おかしく読んでる奴がいっぱいいるからこそ、そういう事業が成り立ってるわけで、もうちょっとね、その辺を考えて、会いたいなと思いますね。規約に同意してこう、それやっちゃってみて、また新たに多分30分始まったんだ。ああ、そう、30分か。あ、ツイキャスも終わってんだ。ツイキャス、接続が切れましたね。常磐道に入ります。
はい。ドライブか、今まで何を一番聞いてきたのか。ポルノとか2曲ぐらいやってるのかな。
山ライダーととかね、センチメンタルバスとかね、いいですよ、そういうこと。あの辺はね、ドライブにするだから、ポカリスエットコンピレーションアルバム出しゃいいのになと思ってたけど、出ないね、なかなかね。買っちゃうね。もう絶対いいもん、夏のドライブ最高だもん。で、ポカリ買っててんね。あー、すごいいいと思う。1位は何ですか？1位ミスチル。あ、ミスチルね。ミスチルのパトルっていう曲はね、すごいいいですね。あれで海沿い走るのはめっちゃいいんだよね。どんな曲でしたっけ？ちょっと緑だから、あれで赤いとこ押さないと始まるよ。オッケーオッケー。はい。レーザー赤くなってると、多分再生しています。うん。そして、道路が映ってるのか。あ、逆か。すぐ忘れちゃう。放送が予想中ですよ。本当だ。どこ乗ってるんですかね。茨城の、美穂っていうところに、うん、厩舎があるんで、みんな大体そこに、今日終わって、レース終わって、まあ、戻ってんじゃない？およそ1キロ先、水戸方面です。大間さんもお疲れ様だよ。はい、じゃあ次にですね、はい、さっきお話ししてました漫画のベスト3に考える、いきますかね。そんな経緯があったんですね。
ラジオ好きの静香とか有名ですけどね。そうそうそう、だから古田新太とかまだこんな今みたいに売れる前から、うん、っていう牧場の思い出。はい、2位ですね。2位私はキャッツアイなんですよ。へえ、キャッツアイ面白いですよね。どういうのありますか？読んだことはな、アニメだけだもん。あ、まあ、当然アニメもいいんですけど、うん、あの最後の悲しいね、お話があって、うん、キャッツアイ、うん、まあ、警察官の、男と、うん、あと泥棒の女性の3姉妹のストーリーなんですけど、その真ん中の、うん、姉妹の真ん中の女の子と、うん、恋人なんですよね、警察官。で、最後にその警察官に恋人に自分の正体がバレちゃって、で、私は消えますみたいなのでどっか行っちゃったんですけど、で、それを追いかけてって、で、見つけた時には記憶喪失になってました。こんな追い方するんですか？すごいね、なんか最後悲しい。どうしよう、それちょっとそれで聞いたらちょっと変えようかなと思ってきちゃったな。あ、2位ですか？いや、巻き場をむしろ変えたいぐらいない。まあいいや、2位はね、鈴宮春日の憂鬱。あ、なんか大人になってから久々に全部読んでる漫画だわ。もうすっごい有名ですけど、私知らないんですよね。やっぱちょっとやっぱりね、別にストレートというかね、少年漫画っていうわけでもないから、うん、またどこかしてもらって、Wi-Fi がダメなのかな。なんで赤を押すと、そして、ああ、完璧ですね。覚えたよ。ああ、はい、で、漫画ランキング、静香君の第2位は鈴宮春日の憂鬱がねっていうことなんですけども、なんだっけな、多分ちょうどね、金沢にいた時にアニメやってたんだと思ったんだ。はいはい、それを夜中に毎週見て、なんかね、でもね、まあ、アニメはまだいいんだけど、コミックを読んでる分には続けて読まないってなんかわけわかんなくなっちゃう。オタクっぽいなんか難しさがあるわ。なんか、ちなみにどういうストーリーなの？鈴宮春日がっていう人がすごく特別な能力を持っている、いろんな特殊な人に興味があるよね、鈴宮春日。で、その宇宙人とか、あとその超能力者とか、そういう人と友達になりたいと。で、そんな人が自然となんか集まってきて、で、不思議なことに毎回出くわすと。っていうようなね、SF っぽい話。宇宙人も来るんですか？宇宙人もいる。そうだね。そうでしょ。
イメージ、そんなイメージ。そんなに。はい。じゃあ1位ということで。はい。私、シティハンターですね。同じ系統できたね。同じ。好きなんだね、じゃあ。キャプサイも、シティハンターも同じ作者なんだ。そこは同じ系統ですね。そうか。シティハンターの方が好きかな。シティハンターかっこいいっすね。死んじゃうわ。スモークさん香り出すね。なるほど。名前が同じなの。シティハンターか。もう俺それやっぱコミックは読んだことないな。アニメだからな。でもまた王道作ですよね。だって世代じゃないじゃん俺。世代じゃないよ。シティハンター世代じゃないからもうしょうがないよ。俺あんま遡らないタイプだから。でもアニメは多分、アニメは見たよ。アニメは見た。でもコミックスは世代じゃないでしょ。同時並行じゃないのあれ。アニメの方が当然遅いけど始まりは。ちょっと分かんねえな。分かんねえけど、多分俺はまだその頃は多分コロコロコミックだったんだと思う。私も結構前大学生とかになってから買ったんですよ。あんまり遡らないんだよな。漫画を千葉哲也ぐらいかな、遡るの。遡りすぎじゃないかな。千葉哲也俺すごい好きだよね。もしかして1位は違います。違った。ちょっと千葉哲也の漫画暗いから。ラブコン。あの背の低い男。そう。背の高い女の子の。そう、それ。大谷。とよく覚えてるね。あ、私も読みましたよ。あ、本当。名前忘れちゃったけど。大谷とこうなんですかね。ね。そう。少女漫画であんなギャグセンスの高いものもあったなと思った作品でした。それでも面白いですね。少女漫画で唯一全巻揃えたな。男兄弟だから少女漫画なんて言えなくて。確かに。母親も読まないから。うちはね、妹がいるんで。そうだね。妹が買ってきたやつ読んだりとか。まあそんな感じ。ちょっと違うジャンルを3作揃えてきたって感じなんで、あんま1、2、3位っていう感じではなく、いいんじゃないですかね。そうかな。あとちょっと静かなるドンとかね、好きだったんで入れても良かったかなと。シティハンターと同じ系統じゃないかな。まあ同じ系統だね。でももうちょっと話はもう暗いね、ダークで、かつだからそのさっきの客祭的な話が入っている。で後半なら、普段は下着会社に勤める主人公。ああ、そう、下着会社。そうそうそう。なんだけど夜はヤクザの組長。ああ、そういう、そっかそっか、組長か。そうそうそう。で、同じ会社で勤める同僚の女の子好きになっちゃって、で、その女の人にピンチが訪れるとヤクザになって助けに来るって。で、そのうちその女性の方にバレちゃう。でもバレたことをそのヤクザはまだ気づいていない。あ、なるほどね。そう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 。女性の方はまあバレちゃったけど、まあ、分かっちゃったけど、それでもいい、うん、でも言ってほしいと思ってるわけ、うん、で、その後の段階でさらにその気づいちゃったことをまたそのヤクザの方が気づいちゃったっていう。あ、もう知っているんだってことを気づいちゃったって。でもそこからまた進展しない。で、さらにそれを気づいたってことをまたさらにその女の人が知るっていう。進展しないんだね。そう。最後結局まあその結ばれることなく終わっちゃうんだけど。そうなの。うん、この前やっと終わってね。ちょっと
3年じゃないですか。そこまで膨らましたんだったらくっつけろよ。いやいいんじゃないかな。いいんですか。あーいいんじゃないかな。100何巻まで出てね、結局ね。長いね。長かった。終わった。千葉哲也も言ってよかったんだけど、明日のジョーは俺読んでない、まあ、代表作の代表作ですね。そう、明日のジョー読んでなくて、明日天気になれっていうゴルフ漫画があって、あ、そっから入ったんだけど、チャーシューメンツで打つやつ。聞いたことある、うん、あ、誓いの魔球とかね、いろいろあるので、こんなベストする、そんなベストスピードです。今なんか読んでる漫画とかあります？ない。まあ、ないんですね。あ、私、はい、今読んでる漫画は宇宙兄弟。あ、女の兄弟知らない。もう千原兄弟しか知らない。千原兄弟しか知らない。阿佐ヶ谷姉妹なら知ってる。あれはね、見た目が悪い。見た目はいいの？見た目はね、片方良くないんだけど。あ、そうなんだ。まあ、読むと ちょっと元気になるなって。大人向けの漫画です、毎回毎回、あの、違うごとにちょっといい話を、ちょっといい話、ちょっと出川哲朗のちょっとヒヒ話でしょ。図書館戦争一巻だけ読んだ。あああれって本じゃなかった？知らんね。漫画だったよ。あ、本当？少女漫画でしょ。あ、そっか。多分映画とかになってたよね。なったなったなった。あれだから、あとだから、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。ええー。ドラマやってたの見て、